こんにちは。ここは JR 東海東京駅八重洲口です。私ちっちゃい時に八重洲口の大丸の中に入ったことがあるんですけど、もっとすごい高いビルだったと思うんですよね。そこにあった八重洲口の旧民衆駅舎は今取り壊して、それで多分駅前のスペースを広げたりするのに使ってるんだろうなと、まあ、思うんですけども、もともとね大丸のデパートがあったんですが、随分今ではなんかここだけになっちゃいましたから、前よりちょっとスペースが小さくなったのかなという気がします。昔の古めかしい八重洲も好きだったんですが、今ではどんどん洗練された空間になりつつあります。さて本日はしかしこの八重洲よりもさらに洗練されていると思われるところ、銀座に皆様をお連れします。ところがですね、本日は2020年の5月18日なんですが、左上をご覧ください。時刻はすでに3時10分です。ちょっとね遅すぎる、今日は残念ながら私最近ではマイクを使っているんですけども、そのマイクをですね、家に忘れてしまって、これは自転車に乗りながらの撮影はちょっと難があるなと思って自転車で一回家へ取りに帰ったんですが、ところが家にもなくてですね、なんちゅうことはない。マイクはカメラにつけたまま持ち運んでいたんですけども、カバンの中で自然に外れてしまっていたのでした。まあ、そういうわけで時間のロスが発生していますけど、まあ、今日はそんなにでも時間のロスって言っても大丈夫かな。銀座とかですね、新橋とかその周辺を今日は見て回る、まあ割と手短に終わる工程かと思います。よろしくお願いいたします。なお、たまにはちゃんと確認しておくのもいいかと思いますけども、この自転車の操作パネルとかですね、このハンドルとかこういったところはすべて、なんだ、消毒液にて、消毒除菌すると、除菌というのかな、まあ、することにしておりまして、そしてまた、人が集まるところを極端に避けるために、このような夜間の外出をしております。で、こういったことはですね、おそらく今後もかなり長い間に渡って私は続けると思いますし、それから私としてはね、まあ、できましたら数多くの運動のためとかに外で出かける方もおられると思うんですけども、特に東京とかね、そういった人が多くいるようなところでは、なるべく人と触れ合わないような時間を選んで、感染の再び増加に転じるような、それを防ぐということに、まあ、皆さんも協力していただければ大変幸いですね。じゃあ本日もよろしくお願いいたします。まあ、東京の都心部分といえば山手線の内側というイメージが強いかと思いますが、まあ、ただですね、銀座といってもイメージをするのが難しい方も中にはおられるんじゃないのかなと思います。いまいちどこにあるのかわからない。東京駅から地下鉄丸の内線で一駅のところにあります。つっても、まあ、JR の山手線とか銀座駅に行きませんし、JR 銀座駅というのがありませんので、やっぱりイメージがしづらい。まあ、東京にそれほど、ね、頻繁に来られる方でないと銀座というところに行く機会もあまりないでしょうし、じゃあ一体どういうところなのかと申しますと、山手線、京浜東北線ですね、有楽町という駅があるんですが、東京駅からほんの一駅行ったところですけれど、その有楽町と銀座が東京ではほとんど同じ場所ということになっています。一応多分多少区別の仕様はあるんだと思いますけれど、まあ、大体有楽町と銀座はイコールです。今私が通っておりますこの道は外堀通りといいまして、これはもともとここが川だったわけです。江戸城の外堀だったんですが、その外堀を埋め立てましてこのような道路としております。と、そんな話をしている間にですね、有楽町駅に着きました。まあ、有楽町駅は実際に向こうに見えますかね、上側のぐるっと回る回転のレストラン、これがスカイラウンジ、銀座スカイラウンジという名前のレストランですが、あの下にありますのは有楽町の駅前にある交通会館という新幹線を眺めるのにいいビルでして、有楽町の駅前にあるのに一番上のレストランの名前は銀座スカイラウンジ、そしてここにある駅の名前、これは地下鉄有楽町線の銀座1丁目駅と書いてあります。で、その地下鉄の駅からすぐ右手を向きますとちょうど地図があるんですが、東京駅から600メートル、銀座駅まで360メートルということで、まあ、かなり近いですね。1キロぐらいですから、もう東京駅と銀座駅だとほとんどくっついているようなもんという認識もできるかと思います。まあ、現在地ここです。さっきはこの東京駅のここにいたんですが、自転車でただこういうふうに移動してきただけです。で、銀座というのはまあ大体この辺です。で、有楽町というのは大体まあこの辺になるかなと思います。なお今から横断歩道を渡って、まあ交差点のすぐ脇を通過するわけですけど、この交差点の名前を有楽橋と言います。ここにもともと橋があったわけですが、この上を通っております首都高はですね、この辺からは汐留川という名前になりまして、でその旧汐留川はもちろんまた埋め立てられたわけですが、現在も埋め立てられたその道沿い、その汐留川のルートと同じように首都高速道路が通っています。じゃあまっすぐ行きましょう。まずは有楽町の紹介からね。まあ、有楽町って言ったら何なのかな、多分映画だと思うんですけど、左側にですね、東映会館があります。ちょうどまさに今この画面の、まあ、左に映っている大きなビルですが、なんか映画の広告出てるな、よいしょっと。まあ、東映ビルっていうのは昔からここにありまして、多分割と最近建て直したやつだと思うんですけど、大きな映画館となっております。東映の本拠地がここですね。ホラー映画とか、恋愛映画とかそういうのは今でも絶賛上映中と言いたいところなんですけども、新型コロナウイルスの関係で、演目もですね全部多分いつもすっからかんになっていることと思います。
で謎なのがね、ここには丸の内って書いてあるんですよ。丸の内っていうのは東京駅の多分西側のことを言うんだと思うんですが、ここは丸の内とは本来言わないと思うんだけど、もうなんか適当なんですよね。あの銀座なのか新橋なのか有楽町なのか、それとも丸の内なのか、多分適当に使っても、まあ、ある程度なんとかなるみたいな、そんな名前の付け方がこの辺りではよくあります。でそんな感じでね、わけのわからないような状態でずっと進んでいきますと、もうすぐ目の前が、そこからは確実に銀座だというところになります。ここになんかまた古めかしい看板があるわ。ちょっと止まって写してみましょう。銀座駅、古めかしいのかな、ただ書き方が古めかしいだけかもしれませんが、日本でも大変歴史のある地下鉄の駅の一つです。さすがに車もいませんしね、好き勝手にこんな道路をゆったり走って素晴らしい眺めですが、銀座の次のところが確か4丁目交差点、日本で一番地価が高いと言われているところはここだったんじゃないかと思います。左側に有名なあの銀座のシンボルがあります。あの直ちに紹介しますが、確かここがハイヒールの先の部分だけで100万円はするとかね、多分それもあながち間違いじゃないと思うんですけど、それぐらい値段の高いところです。あ、ちょうど今三越は工事中ですかね。前回も、日本橋の三越を紹介しましたけれど、ここにもまた三越銀座店があります。これもですね、1930年かなんかそれぐらいに建てられた古い建物なんですが、外側を上の松坂屋と同じように新しい感じにしておりますので、古めかしさを感じるということはありません。銀座には空襲があって、確かこの右側のね、今のこの丸い建物、これも1960年代に建てた、当時としてはかなり斬新な建物だったらしいんですけど、上に利口の看板が出てる、このビルのところが全部焼けてしまったんじゃなかったかな。ただ他のところはまあ部分的にあの爆弾が当たらなかったところもあれば、当たってしまったところもあって、爆弾が当たったところはね、あの残念ながらまあ燃えたということもありましたけど、どちらかというと、当時としてはもう、戦争をしている時にもですね、爆弾に耐えられるような鉄筋コンクリート製のものが多かったんで、まあ、被害は割と少なかったようです。4丁目交差点周辺のその全部を皆さんにご覧に入れるのはこのカメラでも難しいのですが、まあ、三越の工事中の光景もこれはこれでいいかもしれないな。左側のこの和光が昭和5年でしたっけ、それぐらいに建てられた銀座のランドマークとして知られる建物でございます。特に上のこの時計塔が有名ですね。東海道新幹線からでも進行方向の、東京を出て左側を注意して見ていれば確認することができます。要するに、ちょうど画面のこのまっすぐ真正面のところを裏にずっと進んでいくと有楽町の駅があって、新橋駅がこっちの方向ですかね。東海道線がこういう風に通っているということです。日本で一番土地の値段が高いところ、でもその割には随分建物はゆとりを持って建てられているかなというような気がします。まあ、少なくとも三越と和光2つ並んでますからね。この和光は何屋さんだったかな、なんかブランドショップとかとは違う、確かね時計屋だか宝石屋だかどっちかだったと思いますが、まああんまり普通に入るような用事はここにはないでしょうね。どっちかといったらまだ三越の方があるかな。確かですね、銀座駅の A2 番出口、あの筆屋さん、これ何て読むのか分かんないですけど、あの鳩がいるお店ですみたいなやつね、これあの老舗の筆とか売ってるところなんですけど、そこの目の前のあそこが銀座駅の A2 番出口だったと思うんですが、太平洋戦争の終わり頃にですね、東京大空襲のちょっと前に、あそこに大きな爆弾が落ちまして、それが地下深く、まあ、銀座線がいるところまで、到達してですね、で壁から水がものすごく出たりとか、ホーム上の人、ホームというかその地下を歩いていた人がですね、亡くなったりとか、相当大変だったようです。でそれからあの電車は1時間で運転再開したっていうんだからね、本当に大したもんだと思いますけど、まあ、ともかく、太平洋戦争の終わり頃にあそこに爆弾が落ちたということが有名でして、今でも多分銀座線のホームに行けばその爆弾の落ちた後、直した後が残ってるんじゃないかな。あの最近ね見られるようになったというんで話題になってますね。そしたらですね、さっきの銀座4丁目から銀座1丁目にとりあえずスイスイ漕いでちょっと戻りまして、で銀座にせっかくですからね、昔からある古い建物をいくつか皆さんに紹介しようと思います。まあ、古い昔のアパートとか、それから小学校とかね、小学校が銀座にもあるんですよ。銀座は本当なんか建物がみんな似たり寄ったりみたいな感じでね、あのちゃんとお店のこととか、あの知ってればまあ分かるのかもしれないですけど、あの遠くの景色に注目しないと私もすぐ道を間違えてしまって、東京駅方面に行っていたつもりがなんか全然逆の方向へ行っていたりとかですね、すぐ、おかしなところへ出てしまいます。このアパートは奥のビルというんですけども、室外機が外向きについてですね、随分生活感のある感じですが、1930年代に建てられました古いアパートでして、まあ、当時日本になかなかアパートってものはそもそもなかったんじゃないかなと思うんですが、まあ、大変本当に歴史のあるところです。
まあ、なんか見た感じ別にすごいなんか高級そうには見えないんですが、あの当時はですねもう本当に、みんなの憧れの的とそういう場所だったんだそうで、まあ、アパートに住むっていうのはなんか逆に一種のステータスだったんじゃないかなというような気もします。今これアパートとして使ってるのかどうかちょっと私は分かんないんですけど、まあ、雰囲気は確かに今のアパートにあのかなり通ずるところがあるというか、あのまさにアパートの作りですが、まあアパートだとしたらねちょっと使っちゃいけないでしょうけど、おーなんか本当アパート感があるな、郵便受けとかもあって、ちょっと中に入るのはやめておこうと思いますが、外側を見るとオフィスになってたり、弁護士事務所として使っていたり、画廊なんかいろいろ書いてあるけども、住むのに使ってるっていう人はパッと見た限りはいなさそうですね。まあそういう人はあそこには出さないのかもしれないな。でも多分住む人だっているでしょう当然ね。でそうそう、あの言い忘れましたけども、これはですねあの日本で初めて、多分住居にエレベーターがついた建物だったんじゃないかな、ということです。だから当時最先端だったわけです。本当にあのここが一番最初だったわけですからね。で今はやっぱりねあの見たらばあの調べてもしたんですけども、多分多くがそのギャラリーとかそういうふうな芸術品 の, あの関連の場所として使ってるんで、なんか芸術に興味のある人の中ではねあの割と有名な建物らしいですよ。なんかこの銀座一丁目界隈はねなんでか分かりませんが割と古い建物が多く、まあ、全般的に散らばってますが、奥のビルのそのすぐ近くにもいくつかこのようなやはり同じ年代に建てられたものが新しい建物に混じって建っています。それからまたまっすぐ進みまして、前方が三越なんですが、銀座にはですねもう一つ大きなデパートがありまして、もう一つでよかったかな、他にもあったかもしれない、松屋銀座です。でこれ表側は例によって三越と同じように新しそうになっているからその古さが分からないんですけれども、裏側はですねここ裏に来るとこれ大正時代の建物なんですけど、その大正期のね、関東大震災の後にいち早く建て直した、その名残をですね感じることができます。ただやっぱり耐震の関係で、脇にですね骨組みが入っていますけど、それがまた古さの証明みたいな感じでいいですよね。なんか知らないけどこの昔のこの縦長のこの感じ、ちょっと、殺風景といいますか武骨な感じがむしろ今では昔の昭和の時代を伝えてくれるような感じで、まあ、この松屋銀座松屋本店の場合には大正の時代と言ってもいいのかもしれませんけど、いや大変これも素晴らしい景色です。まあ、なんかそうでなければいけないという百貨店側の考えが多分あるんだと思うんですけど、すごい古い建物なのにね、いや全然私たち古くありませんよみたいな、そんなあの外側にリニューアルをしててね、あの歴史があるのかないのかよく分かんないんですけども、あの銀座にある建物のそのどれぐらい古いのかというのはね一個一個調べてみると、こんなに昔のものが残ってるのかとかなりびっくりします。まあ、戦争する前の日本ではねこれほど流行の先端を行くと、そして、立派な建物が並んでいるところっていうのはもう銀座ぐらいしかなかったそうでして、まあ、日本もやっぱりまだまだだったんだなっていうのをそういう話聞くと思いますけれど、ただなんかね昔の銀座を歩いていた人の写真とかのウィキペディア見たことありますけど、今の格好と変わらなかったりするんですよね。1920年とかそのぐらいですごいなと思ってね、今のね90歳のおばあちゃんとかもうそれぐらいの、いやもっとかな100歳に近いような人が東京の銀座で今の若者とね昔ほとんど変わらないような格好をして歩いてたっていうのなんかすごいですよね。そして今もう一遍有楽町の駅へ向けて戻っているところです。左側にはずらっと長屋のようにお店が並んでいます。ずっとこれは一つの長屋のようになっています。これは首都高の高架下にこのようなお店を全部入れておこうというものでして、その首都高の前にはもちろん汐留川川が流れていたところです。川を埋め立てて高速道路を通すだけじゃもったいないんで、その下にこういったお店をたくさん入れているわけです。土地が高くてお店がここではみんな出したがりますからね。真上のガードは今車が全く通りませんので静かですが、今紹介した首都高速道路、そしてこちら側 JR 各線在来線と新幹線の、ガードがここにずらっと並びまして、もう本当にですね有楽町と新橋の間、まあかなり有楽町に近いところですが、そんな都心の一等地によくこんなもんがあるようなと本当びっくりする限りなんですが、これですねこれ対明小学校と読めばいいのかちょっと読み方わからないんですが、普通の公立の小学校があります。まあ、幼稚園も併設しているそうなんですけども、こんな都心の一等地にねすごいですよね、こんな小学校ですよ。まあそれは公立の小学校はねいろんなところにいなきゃいけないと思いますし、銀座にだって少しは人が住んでるんだろうと思うんですけど、ここの学区に住んでる人ですから相当金もあるんでしょうね。もうなんか下手な私立高校だったら尻尾巻いて逃げ帰るような、そんなに立派なこんな門がかかったですね、公立小学校があります。まあ、残念ながらこれは写真撮るの防止するためというよりは多分ここのあのものをですねあの外へ飛び出さないようにするための仕組みなんだと思いますが、奥に有楽町銀座のビル群を見ながら、1928年に建てられたというこの古い小学校は現在でも現役です。
こんな立地の小学校もなかなかないと思いますけどね。目の前はまあカフェレストランだったらいいですが、奥へ行けば銀座ですからね、やっぱり居酒屋とか、それから多分スナックとかそういうのもあるんじゃないのかなと思うんですけど、 ありますよね。あそこなんか店の名前がなんかカヨとかクミとか、ランとかなんかいろいろ書いてありますが、スナックとかがあのすぐですね、徒歩30秒ぐらいのところにあるような小学校、そしてまた、外観もですね、もう本当さっきも言いましたようにお城のような、これ私あんま学校の建築って詳しくはないですけど、こういう装飾がめちゃくちゃ施された小学校っていうのは本当に珍しいそうですね。あの中央区にですね、超名門小学校、公立小学校があって、制服があって、その制服が確かブランドものでね、上下揃って8万円みたいなところがあるんですけど、あのここだったと思うんですよね、それ確かね。あの元々いやすごい学校だなと思いながら昔も見てましたけど、ここに歴史がいろいろ書いてあってですね、また近代化産業遺産、関東大震災の後復興して作られた小学校として、相当価値があるのだそうです。これも書いてありますね。特に関東大震災第二次世界大戦時には再度廃人に帰しながらも復興しというふうに書いてあるんですが、これ実際には関東大震災の教訓を得てですね、相当頑丈に作ったようでして、空襲の時にも、ここも爆弾が当たってですね、大変なことになったはなったらしいんですが、しかしそれでも、爆弾が当たったけれども壊れることはなく現在まで使われ続けております。私全然小学校には詳しくはないんですけども、確かあの小学校はまず公立だから学区内にいる子どもは別に誰でも通うことはできるんですが、まあ、しかし、それを超えて名門小学校ということになっていて、あのお受験をするというわけではないんだけども、まあ、しかし、偏差値の高いというかね、あの頭のいい子が集まりがちであって、そしてあそこの対面小学校を卒業した子は、いわゆる御三家、なんかその海星、麻布、武蔵とかそこら辺のですね、高校の付属中学ですか、そこに進学しがちだということですね。不思議な、それどういう理屈でそうなのか難しいですけどね。まあ要するにカエルの子はカエルみたいな感じで、金持ちの子は金持ちになると、あそこへ子供を通わせられる、上下で8枚もする制服を子供に買わせられるような親は子供に教育費をかけることができるから、それだけ子供も頭良くなると、まあそういうことなんだろうと思っております。これはこれ東海道新幹線の線路保守のやつだ。線路工事やってますね。今からですね、真正面に向かいますが、これから前方に向かいますと新橋です。そしたらですね、新橋に着くとなったらば、皆さんにまず新橋とは何かという話をやはりしなければならないということになるわけですが、東京の動画をこれまでたくさんご覧いただいた皆さんは、まあ、十分お気づきいただけるんじゃないかなと思います。あのいろんな橋のつく地名を皆さんに紹介してきましたが、こちらここにもですね、上に漢字が4つ書いてありまして、左から銀座新橋とあります。銀座新橋、銀座と新橋って別なんじゃないかって気がするんですけど、新橋ももちろん元々は橋の名前でした。さっき外から見てきた小学校、対面小学校がこれです。でここからずっとこの首都高速道路に沿ってずっと進み、このように曲がってきたわけですが、これもともと先ほど言いましたように汐留川だったんで、その川のところにですね、こういうふうに道が通るとなれば当然それぞれ橋がかかるわけです。でここが新橋、ここが難波橋、それからここが土橋ということで、それぞれの橋がかかっておりました。もう一度言いますが、この場所が新橋でございます。現在は埋め立てられているので全く橋の名残などないと言いたいところですが、これが多分新橋のこの跡なんでしょうね。要するにここに銀座新橋と書いてありますのは銀座にかかる新橋ということでして、まあ、どちらかといえばここは新橋という地名で呼ぶよりは銀座と呼ぶべきなわけですね。実際この前方のところにずらりと銀座のビル群が並んでいます。ちょっとね、東京の深夜の撮影はあのホームレスの方に配慮してやらないといけませんので、うるさいとね起こしてしまうから遠くから撮ることにしますが、これがその昔の新橋の、親柱と書いてありましたけれど、橋の終わりのところの一部です。新橋と下に書いてあります。これはここの解説を読む限りでは大正15年に作られたとあります。要するにこれも関東大震災によって落ちてしまい、その後もう一度かけ直したということです。この新橋、汐留川が埋め立てられたのが、昭和38年のことでして、この翌年には東京オリンピックということになっています。オリンピックに間に合わせるために急ピッチで建設をされた首都高速道路です。このね、旧新橋のところからまっすぐ銀座4丁目方面を見る、これかっこいいんですよ。まあどこから見ても銀座はかっこいいですけど、私はここから見るのが一番好きですね。なんだろうな、多分ゆりかもめとかに乗るときにもホームとかからね見えるんですけども、一番ずらーっと奥まで見渡せるその光景だからですかね。ですから今埋め立てられた新橋、汐留川を渡って
そしてここから先が、まあいわゆる新橋です。進むとすぐ左手にこのような超高層ビルが並ぶところがあります。東京の都心部でも丸の内以来ですかね、これぐらい大きなビルがずらっと並ぶのは。ここにはもともと日本で初めての鉄道の駅、新橋駅がありました。でそれからまた少し進むとここに JR の新橋駅があります。この JR の今の新橋駅はさっき言いましたように昔の新橋駅とは随分場所が違いまして、まあ、歩くとですね5分ぐらいずれたところにあります。そしてまた先ほど渡ってきたあの汐留川にかかっていた新橋とも場所が違います。もともとはここの駅は汐留という名前だったんですが、初代の新橋駅がなくなってしまったのでここを新橋という名前に変えたのでした。でさらに新橋というとですねこちら側ではなくこの線路を越えた反対側の、動輪広場、まあ、機関車が置いてあるところですね。そこのイメージが多分テレビの関係で強いんじゃないのかなと思います。さすがにこの新橋駅のあたりまで来ますとここを銀座と呼ぶような人はもうほとんど誰もいなくなりまして、まあ、せいぜい首都高の向こう側からですね銀座と呼べるのはね、有楽町に関してはあの銀座という名前と親和性が高いんですけども、新橋の駅の周辺を銀座ということはほとんどありません。実際街の雰囲気もねもう銀座とかそういう花のある感じではないですからね。この並んでいるこういうところとかねすごく雰囲気は良くていいんですけども、あんまり綺麗とは言い難いし高級感もありません。ネズミがおりました。後ろから今日あんたは殺されるんだよってそういう風にねあのおっかなく追い立てられました。ちょっとやばい人に追い立てられたんで、急いで逃げてきましたが、 JR の高架の反対側に行くとまたこれはこれで品のある感じになるにはなるんですが、ただこれはあの第一ホテルとかですね帝国ホテルとか、まあ、大きな建物の並ぶところでして、また銀座とはちょっと違う。今回は同じようで随分異なっている東京駅と、まあ、その周辺の様子を皆さんに感じ取っていただければ幸いです。さてちょっとね方向性が定まってなくて申し訳ないですけど、もう一度銀座に戻ってきました。まあ、さっき私が一度行きました小学校のところに戻ってきています。いやー残念ですね。最後にですね西銀座 JR センターを紹介しようと思ったんですけど、この JR の線路の高架の下なんですが、およそ今まで皆さんに紹介してきた銀座のイメージとは程遠い、どっちかというと東南アジアみたいなあの雰囲気のですね薄暗い通りがありまして、この JR の高架下のところを皆さんに紹介するはずでしたが、ところが2019年頃からですねここにこのような、柵が設けられて、現在では再開発の最中だそうです。あまりにも薄暗くてねとんでもなく汚いというかあの不気味な空間で、それはそれはいいところだったんですけど、東京にまだこんなところが残っていたかというぐらい、あの鉄道マニアとかそういうの関係なく魅力的に感じる人が多かったようなんですが、しばらく私がこの辺に来なかったうちにこういう風に変わっちゃってたか。ここ有楽町三直横丁って書いてあって、ここも全く営業してないからね、今ここに入っていけば相当不気味な雰囲気を感じることはできますけど、ただやっぱこのレベルじゃないんだよな。もうねめちゃくちゃにね何これっていうぐらいに何にもないような、あの何にもないわけじゃないんだけど殺風景なところだったんですが、なんかサメが泳いでるな。サメじゃないだろうけどお魚を飼ってて、まあ、大変だと思うんですけどねこういうところ営業するのも。やっぱりね銀座とか新橋とか勤めている人が多く、銀座新橋でなんか食べに行こう飲みに行こうっていう人が大変多いようなところですから、 JR の高架下、首都高の高架下であっても、あ今でも残ってるわちゃんとこういうところ、ちょっと怖いですよね。やっぱそう怖いと感じられるぐらいがぴったりこういう感じのところがありまして、ずっと奥まで続いている不思議な空間、換気扇の空気の音だけが響いてちょっとなんだか不気味に暖かくて、それから夜の遅い時間とかね朝のもうちょっと遅い時間になりますと JR の電車がこの高架の上をガタンガタンと走るようになりますから、それもまた不気味で大変いいところなんですが、これがねもっとずらーっと長く続いてたんですよ。もうちょっと行けばもうこの街道も終わってしまいますからね。今回はちょっと私なりにサクッと2時間ぐらい、こんなんでも2時間はかかってますんでね、銀座サイクリングをしてみました。皆さんに楽しんでいただけたら幸いでしたが、もし内容が薄いとかですね、いやもうこういうネタはいいから今度はこういうことやってほしいとか、ご意見がありましたら、私も、ぜひ皆さんのご意見を参考にさせていただきたいと思います。この上のところに
古い高架があるの、なかなかいい。これね、確か上が JR 東海で、この右が JR 東日本で、あのどっちから、その下の、土地の賃料払うかっていうのは、それ違ったんじゃないかな。確か左が東海で、右が JR 東日本だったと思います。この首都高脇のところもいいんですけどね、左が首都高、右が新幹線というところ、ズームしてビューっとこう行くとね、ああなんかすごい景色だな、これ一体何があんのかなと気になるわけですが、残念ながらこれはね、すごいここを自転車でスーッと行ってみたいですけれども、専用地につき関係者以外立ち入り禁止と書いてあります。もう通勤電車も走る時間になっちゃいましたね。今時刻は4時50分です。じゃあまあこれから東京駅方面に帰るということにさせていただきまして、今回は終わらせていただきます。こちら側は有楽町の、それから皇居の方面で、これもですね、また同行というのが難しく、前方は確か日清日本生命のビル、これも相当古いビルですが、確か GHQ の占領統治の時、あの右奥の日清劇場のこのビルを使ったんじゃありませんでしたっけ、違ったかもしれませんが、こっちはあの有名な帝国ホテルですね。もういろんなそういうものがずらりと並ぶところです。今回はちょっと短めに東京銀座の紹介をさせていただきました。どうもありがとうございました。